はいどうも、GoGoTV の Go です。今回はこちら、仮面ライダーぶっ飛ばソール07弾を10回回してきたんで、こちらを開封していきたいと思います。はい、今回のこの07弾なんですけど、全くあの、どういうラインナップしてるかわからない状態で回してきたんで、まあとりあえずこれが欲しい、あれが欲しいとかいう、そういうまあ欲はなく、まあとりあえずエナジーアイテムが何個か出ればいいかなぐらいの感じで回してきたんで、とりあえずあの、無欲最強説があるのか検証しながら開封していきたいと思います。 で、一応もう今回はブックレット取り出してありますんで、一応、ラインナップの確認をしていきたいと思います。はい。では、ラインナップの確認をしていきましょう。こんな感じですね。プッドバソール07段。全36種類で。仮面ライダーパラドックスのパーフェクトノックアウトゲームはレベル99が載っておりますね。ということは、ラインナップに入ってるってことですよね。で、ラインナップはこんな感じですね。エナジーアイテムが幸運と平面化。で、 まあこんな感じで仮ーー、仮面ライダーエグゼド・マキシマム・ゲーマー、仮面ライダー・ブレイブのサファリ・クエスト・ゲーマーとかもありますね。で、今回なんか、リアリティの4がやたら多くないですか <laughs> めちゃくちゃ多くないすか仮面ライダー・パルドクスのパーフェクト・ノック・アウト・ゲーマーとか、あと仮面ライダー・ポッピー・トキ・メキ・クライシス・ゲーマーとか、と仮面ライダー・クロノス・クロニクル・ゲーマーとかも、あライド・プレイヤーとかもありますね。 で、あとは、お、シンスペクターに、ネクロムの友情バースト魂。僕、ちょっとし、あの、シンスペクター見てないんですけど、なんか、あの、ゴーストアイコンすげえ買っとけばよかったか。あのゴーストアイコンの時も、まあ、あの DVD かブルーゲイ買っとけばよかったってすげえ後悔しておりますね。で、あとは、仮面ライダーゼロドライブ。で、あと、仮面ライダーブレードが初ですね。で、ブレードジャックフォーム、ギャレンもそうですね。ブレード系が入った感じですね。カリスとか。 あとは、仮面ライダーアギト。アギトもあれですね。ストームフォームにフレームフォームにトリニティフォームと。で、仮面ライダー G3 のマイルドと。あとは V1。あクーガも入ってますね。クーガドラゴンフォームとペガサスフォーム。で、こっちもクーガタイタンにライジングマイティと。あと、アマゾンもいますね。これあの平成じゃなくて昭和の方のアマゾンですよね。であと、アマゾンネオとアマゾンニューオメガ、アマゾンニューオメガのレアリティ3と。 はあ、今回なんか星4多くないですかめちゃくちゃ12345677枚ありますよね <laughs> すげえ豪華ですしなんかライダー自体も結構いっぱいいますよね各なんかライダーがいっぱいいる感じですねはあなるほどとりあえず、まあ、僕の狙いとしては 仮面ライダーパラドクスのパーフェクトノックアウトゲーマーとクローノス欲しいですね。あとトキメイクライシスとかも欲しいですし、シンスペクターとか、まあとりあえずレアリティ4のものがいっぱい欲しいです。<laughs> すげえ、あー、あとアマゾン系持ってないんでアマゾンネオとかニューモメガも欲しいですね。で、あと昭和のこのアマゾンも欲しいですね。<laughs> はい、っていう,うな感じで開封していきましょう。はい、ではじゃんじゃん開けていきましょう。では1個目からまずブックレット取り出した列からいきましょう。 せーの、ドン。早速、仮面ライダーパラドクスのパーフェクトノックアウトゲーマーの、レアリティ1のザンタイプの1700ですね。はい。いいですね。早速、ブックレットにやっておりました。仮面ライダーパラドクスのパーフェクトノックアウトゲーマーが出ました。<laughs> で今回カプセル見たら、なんかやたらこの黄色が多いんですよね。で、青が1つで, <laughs> で、赤が1つ。赤が2つですね。今開けたのもあったんで。 はなんか偉い偏ってますね <laughs>。では、これからいきましょう。では、せーのドン。ドン。おおこ,これは、仮面ライダークロノスクロニクルゲーマーの星1列ですね。で、ケリタイプの1800。いいですね。これ、新規ですからね。では、次、3つ目も、今度、黄色のメダルいきましょう。では、せーのドン。 光ってますねどんお、お、出た仮面ライダーパラドクスのパーフェクトのカードゲーマーのレアリティ4のやつですね。ダタイプの4600。いいですね。かっこいいっすよね。<laughs> めちゃくちゃかっこいいっすね。では、次はどうしような。悩むね。よし、これいこう。よし、これいきましょう。せいのドお仮面ライダークーガーのペガサスフォームですね。 いいっすね。空画系何気にあんまり持ってないんで、これは嬉しいっすね。星2のケイの2700と。では、あじゃあそろそろ青いきましょうか。<laughs> ここで青を出すと。せーの、ド、ド。お空がっすね、また。仮面ライダー空画のドラゴンフォーム。レアリティ2の車タイプの2600ですね。これもいいっすね。空画系のこうタイプが増えていくと。 では次は黄色いきましょう。では、せーのどんお仮面ライダークロのそのクロニクルゲーマーのレアリティ4のやつですね。ダタイプ4700。え、強くないですか <laughs> ?4700 って結構強いっすよ、これ。いいっすね。レアリティ4。とりあえず今のとこ2つ出てますね。おー <laughs> おおぉ、いいっすね。では次これいきましょう。 せーのドお <laughs> すげえ背景がピンクだったん、ね、でおっと思ったんですけど仮面ライダーポッピーのときめきクライシスゲーマー、えー、と星1のケリダイビの1700という感じになっておりますこちらも新規ですよねでは残り3つよし黄色が猫ではいきましょうせーのドンドおはかぶったけど いいこれなら。かぶったけどこれならいい。仮面ライダークロノスのクロニクルゲーマーのレアリティ4ですね。2枚目です。このかぶりなら全然いいです。これはいいですよ。で、次はじゃあ、こっちが。紫。さあ、何かなせーの、ドン。ドン。あ、仮面ライダーブレードですね。仮面ライダーブレードのレアリティ2の。 得タイプのですねただ、最後、開ける前に言いたいんですけど、Amazon とか、あの <laughs>、a z o n とか、あとゴーストのシンスペクターとか、あとゼロドライブとか、あの辺出てないですね <laughs>。個人的には、a m a z o n ズか Amazon が欲しいです <laughs>。昭和アマゾンか a a z o n ズが欲しいです。では、最後。いや出て欲しい。持ってないからね。 せーのどっあーブレードまあでもブレードも新規なんでまあいいっす <laughs> いやこれはもう一回回していきましょう仮面ライダーブレードの星1の蹴りタイプの1600というような感じになっておりますではまたちょっと各ライダーごとに並べて見ていきたいと思いますはい各ライダーごとに並べてみましたんでまずはクーガからいきましょうではクーガ 仮面ライダークーガのペガサスフォームと仮面ライダークーガドラゴンフォームちょっとあのライジングマイティが出なかったのがちょっと残念ですけどこんな感じとなっております、まあ、クーガ系はあんまり持ってないんで、まあ、嬉しいですねでは次はブレードこちら仮面ライダーブレードのレアリティ2とレアリティ1のものですね、まあ、今回は新規の、えー、ラインナップということでこちら手に入ってよかったですでは次はこちら仮面ライダーエグゼイドですね 今回は仮面ライダーポッピーと仮面ライダークロノスが初のラインナップということですね。で、パラドックスのパーフェクトノックアウトゲーマーもまあ初ですね。まあ一応全部手に入りましたね。あでも仮面ライダーポッピーのレアリティ4がちょっとないのは残念なんですけど、まあとりあえず新規のものは手に入ったんでよかったかなと思います。まあ欲を言えば仮面ライダーブレイブのサファリクエストゲーマーもちょっと欲しかったかなって感じはしております。はい、っていうな感じになっております。 はい。というような感じで、今回は仮面ライダーブットばソウル07弾を10回回してきましたが、まあ一応仮面ライダーエグゼイド系からの、まあ、仮面ライダーパラドックスのパーフェクトノックアウトゲーマーのレアリティ4と、まあ、仮面ライダークロノスの、まあ、レアリティ4が出たのは非常に嬉しいんですけど、まあ、ちょっとあの、持ってないアマゾンズ系のものが出なかったっていうのと、あと昭和のアマゾンも欲しいですし、あとエナジーアイテムも出てないんで、 まあちょっとあのもう一回回してこれそうであればもう一回回していきたいなって思っております。まあ、今回は本当はもうちょっともう10回ぐらい回していきたかったんですけどあの袋的なものを持ってなくてポケットに詰めれるのが10個までだったんで、まあ、ちょっと今回あの10回回してきたって感じになったんですけどまたちょっとこちらまたプレイしていきたいなと思っておりますし、まあ、またそのプレイしてきた時にこの07段がまだあの入ってそうであればまた10回ぐらい回してきて。 まあ、できそうであれば動画にしたいなって思っておりますんで、またそういう動画アップしたらよろしくお願いいたします。で、まあ、また一応プレイ動画なんかで、あの、大当たりすれば、メインチャンネルの方で開封動画を上げたいですし、またちょっと変わった演出とかあれば、セカンドチャンネルの方でアップしたいなと思っております。一応、この仮面ライダーポッピーとこの黒のスとこのパーフェクトノックアウトゲーマーを使ったものは、動画にしたいなと思っておりますんで、またそちらはセカンド午後の方にアップしたいなと思っておりますんで、 よろしくお願いいたします。セカンド55は概要欄の方にチャンネル URL が貼ってありますのでそちらからチャンネル登録していただくこともできますし終了画面の方にもチャンネル登録画面を貼ってありますのでそちらからも登録していただくことができますので気になった方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しく思います。では今回もご視聴ありがとうございました。